はい、どうもこんにちは。よろしくお願いします。今日はですね、量子コンピューター業界にとっては結構大きなニュースだと思うんですけど、実はですね、2021年の10月、今日は6日ですかね、DM 社のですね、キュービッツ2021っていうイベントが開催されてます。で、こちらですね、まあ昔はですね、年2回やってたんですけど、最近は年1回になっていて、まあ年1回のユーザー会っていうことでですね、まあ今年はオンラインなんですけど開催されていて、まあ実は僕も登壇をしています。はい、で僕は毎年登壇していて、昔からですね。で、DM 社の方から、まあちょっと登壇したいんだけど、つったら、まあもちろん OK ですよ、つって言われて登壇して、今年もですね、結構新しい技術を2つ出します。で、そんな中ですね、基調講演がですね、行われて、で、実は DM っていうのは、実は結構ですね、まあいろいろあって、社長を含めて取締役は全員ですね、去年か一昨年全員、総特会になってるんですね。で、かなりですね、それから、まあ、かなり、ビジネス路線になって、まあ、結構いろんなサービスを出してたんですけど、今日ですね、まあ、さらに DM のビジネス路線、そして現実路線ということで、まあ、何を発表したかっていうと、まあ、いろいろ発表したんですよ。7000量子ビットとかいろいろあるんですけど、一番でかいのは、これですね、量子ゲートモデルと呼ばれる Google や IBM が、まあ、やっている汎用型量子コンピューターに参入するということを、まあ、発表しています。で、これはですね、実は、まあ、DM はですね、前の社長の時は、まあ、僕も、よく話を、向こうの会社とするんですけど、まあ、量子ゲートモデルには絶対参入しないって言ってたんですけど、もう完全に入れ替わっちゃったんで、まあ、これは大きな決断だと思うんですけど、実はですね、量子アニーリングと量子ゲートって方式があるよってよくニュースになるんですけど、やはり最近量子アニーリングの方は結構押され気味で、僕も2019年なんですね、にはもう量子アニーリング全員撤退してるって話をですね、メディアに語ったんですけど、まさにですね、この状況を DM そのもの自体が方針転換するという状況になっていて、まあ、カナダの DM 社がですね、量子アニーリングのロードマップから今後はですね、量子ゲート方式、特にエラーコレクションされた、誤り訂正された、まあ、量子コンピューターの方に参入するということをアナウンスしています。で、これはですね、結構大事な話で、量子アニーリングというのは組み合わせ結果問題特化ということで、量子断熱計算というベースとして、まあ、計算をしているので、まあ、実質的に組み合わせ結果問題以外計算できません。で、まあ、機械学習使えるとかって言ってるんだけど、まあ、それは基本的には、まあ、量子アニーリングの機能を使った上で機械学習に参入できるということであって、まあ、機械学習そのものが得意っていうマシンではないんですね。で、一方で量子ゲート方式っていうのは、その汎用マシンと言われてるんで、まあ、簡単に言うとですね、まあ、将来的にはもしかしたら今のマシンの上位互換ですね、機能的には今のマシンでできることは全て含んでいるので、まあ、汎用型と呼ばれて、まあ一応上位互換にならなくはないということですね。まあ一応いろんな人はですね、そんな今のコンピューターに置き換わるわけないっていう人もいるんですけど、まあ僕としてはまあ将来的に置き換わるんじゃないかなと思ってます。それはですね、すべての機能を兼ね揃えた上に、さらに量子コンピューター特有の計算ができるんで、まあわざわざ2台持つ必要はないっていうのは、あと最近の技術、これはまた語りますけど、最近の技術からすると、まあ人ワンチップができてしまうので、ワンチップ上に量子コンピューターと普通のコンピューター乗っけるように、ことができるようになってきたんで、でまあ、そういったのも含めると、まあ、その統合されるって可能性も、まあ、超将来的にはなくはないかなと思います。で、この DM のですね、量子ゲート方式の参入時期っていうのはまたちょっと別の動画出しましょうと思うんですけど、まあ、結構ギリギリのタイミングですかね、かつ、まあ、非常にいいタイミングかと思います。で、一つはですね、ニスクと呼ばれるそのエラーありの量子コンピューターが、まあ、結構産業的に失敗に終わったっていうのがあって、まあ、量子ゲート方式の、まあ、企業であっても今非常に難しい状況に置かれているっていうのが一つですね。なので、このタイミングで量子ゲートのですね、エラーコレクション、つまり汎用量子コンピューターに DM が参入するっていうことは、まあ、一つビジネスチャンスとしては非常に正しい選択かなと思います。で、難しい点はですね、やはり量子アニーリングと量子ゲートを両立させようと多分してると思うんですけど、一応建前上はですね、両立させると言ってるんですけど、これですね、絶対無理ですね。まあ、絶対っていうのはないと思うんですけど、よほどですね、努力しないと両立させることはできません。それはうちの会社が3年間やってきたんですけど、これはですね、まずですね、量子アニーリングと量子ゲート方式って似てるとか、その知識をですね、共有できるってですね、言ってる人いるんですけど、それはですね、量子アニーリング型のポジショントークであって、実質的にはですね、ほぼですね、共有化できません。で、これはですね、技術がほとんどですね、それよりですね、量子アニーリングはアナログマシンであって、量子ゲートはデジタルマシンであるので、
そのデジタルにですね、量子アニリングのプロセスを分解した時の議論っていうのは、量子アニリング単体で行う時に比べて、非常に難解になっていて、かつですね、利用価値とかですね、利用方法というのも全く違いますし、使えるテクニックも違います。なので、量子アニリングの知識って、ほとんど量子ゲートにはですね、適用できなくて、やはり量子ゲートを一からですね、学ぶ必要があるっていうのがあります。で、かつですね、量子ゲート方式のNISQにおいては、その量子断熱計算という組み合わせ結果問題における、その量子コンピューターの利用っていうのは、実は思ったよりもパワフルではないということが、分かってきてしまっているわけですね。なので、量子アニーリングを使ってはいろいろできたねって思ってた人たちが量子ゲート方式に参入してくると、あれ、量子コンピューターで組み合わせ結果問題って実は解けないんじゃねみたいな風潮が実はもうすでにあって、QAOA と呼ばれるですね、アルゴリズム、ちょっと下火になってるって状況があります。なんで、DM にとって不利なのは、QAOA はかなりですね、下火になってるんで、DM 社としては、量子ゲート方式のマシンを作ってですね、販売して、それをですね、活用するためには、その QAOA、組み合わせ最適化問題、自分たちが得意な量子アニリング以外のアルゴリズムを、かなり進める必要があって、今世界で流行っててですね、この次世代の FTQC と呼ばれる誤り訂正付きの量子コンピューターで一番ですね、期待されている分野って実は金融です。なので、ゴールドマンサックスが発表した量子振幅推定と呼ばれる金融問題なんですけど、これは DM の技術とは全く関係ない技術になっているので、そこのところですね、かなりですね、頑張んないと、たとえ DM であっても、その量子アニリングの、その知識をですね、全く活用することができないっていうところが、かなり難しさなのかなと思います。ただ、そうは言っても、リゲッティとかですね、ハードウェアメーカーとして、DM はですね、その、競合するところってあると思うんですけど、そういうところで参入するっていうのは、非常にですね、もうこれ以外多分道がないんだと思うんですよね。なんで、そういった意味も含めて、非常にですね、期待をしたいと思いますんで、今回のですね、参入ニュースは、かなり前向きに捉えたいと思いますし、量子アニリングやってる人が量子ゲート方式を学ぶですね、いいきっかけになるんじゃないかなと思いますんで、非常に期待してますんで、ぜひですね、頑張っていきたいと思います。今日は以上になります。お疲れ様でした。